おはようみんなお疲れ様です遅刻してすいませんでも今回は遅刻した理由として正当な理由がありますなんとですね私1 5 2キロのデブが、はいえーまあ、体温計で温度を測った結果38.2度の熱が出ていたことが判明しました なのでで体調不良で遅れまましたすいません正当な理由なんでねこれははいもうちょっとねはっきり言っていいですかあのね正直言うと熱はあるんですけど、えー、別に体調が悪い,ってい悪いっていう感覚はあるんだけど別に外出てパチンコ打とうと思えば打てるという体調です はい、でご飯も今から食べようかなと思っても食えるかなっていう。ね、そんな今体調ですね。38.2度の熱が出てるんですけど、これちょっとね、もう一回やっていいですかちょっと一瞬だけ。えー、あ、38.3でした。ちょっと一回もう一回やらさせていただきます。 一回消してやります、ね、ちょっと炎上ニュース入る前に俺がいかに深刻な状態でいるのかちょっと早いんでねこれすぐ終わる30秒ぐらいでこすってないです、えー、今乳井みたいに立ってるでしょはい大丈夫ですよ顔色はいいんだけどそうなんだ顔色はいいんだよ いや、ちょっとわかんない、これ。インフルなのかなでもインフルみたいなしんどさじゃないんだよね。ちょっと咳が出るぐらいで、あとはなんかお腹が緩くなってるぐらい。うん。あとは別にご飯食おうとも食えるっていうレベル。38点ですね。3度下がりました。はい。どうなんだこれ、病気なんかなわかんないですね、これ。 38点にはなってるんですけど <laughs> 豚なのかなこれえー、ええー、え今日ねあともうみんなに謝らなきゃいけないことがあるパレリスにねなんとですね今日撮影があったんですよ PV のそれ断りましたはい体調不良ということで <laughs> えでやらないわけじゃないです。延期します。ということで1月中にまたやるんで今回のちょっとあの PV はあの今日はなしということで <laughs> あいやでもね正直言っていい元気です。頭も痛いななんていうのはないし何て言うんだろうなんか別にご飯も食えるし、うん、お腹がゆるくてちょっと 鼻がズルズルするぐらいで咳とね。だからね、何なんだろうな。これ、俺がバカなだけなんかな。<laughs> えー、あ地熱なのこれ。喉も痛くはない。うん。でも痛くなるだろうなっていう返答編の、まあ、ちょっと、苦み汁みたいなのが出てるね。苦み汁ね。だから、でもね、ちょっと、ここで分かってほしいのが。 じゃあなんで今日炎上ニュース休まなかったのって思ってる方それはお前らがずっと俺の炎上ニュース昼の12時に待ってくれているからだから俺はやり続けるどんな状態であっても俺は腕を失っても肩押し失っても炎上ニュースはやるよ俺はお前らが大好きだからみんなの笑顔が俺の心の元気です ええー、なので、ナイスをよろしくお願い,いしますね。はい。ナイスをしてってください。はい。まあ、ちょっと心配してくれてる方々ありがとうね。まあ、大丈夫です。え熱、ー、だと思いますよ。じゃあ、やりますか。<laughs> おはようございますうん。ふわっちニュースキャスターの、ほもりです。 この放送枠は昨日起きた出来事を皆さんと情報を共有し知っていこうという枠です昨日何があったのかな昨日何が起きたのそれを知れる放送枠となっているので知りたい方は見てってください注意事項として間違っている古いとコメントを連投する方がいます 古い古いという連闘コメはやめてください。古いです。昨日起きた出来事を話すわけですから。さらに、間違っているよとコメントつく方がいます。それはありがたいです。間違った情報より正しい情報。間違っていたら指摘してください。これはみんなで作っていく放送枠なので。ではやっていきます。ふわっち大炎上ニュースです。 あのさあ、さっき元気になってきた。別にしんどくないって言ったけど、炎上ニュースを喋り続けることによって、だんだんとしんどくなってきた。なんだろうこれ。今気づいたからしんどくなったんかな。ちょっとすいません。元気ないかもしんないです。今日。すいません。じゃあ早速、ふわっち大炎上ニュースです。と言いたいところですが、えー、なんとですね、ふわっち社会的ニュースです。 えー、社会的ニュースって何と驚いた方実は今年に入って新コーナーナを設けましたこれは昨日起きた社会的にねあの影響を与えたものをピックアップし私がそれを紹介していくコーナーでございます。 時間稼ぎなど言われていますが、時間稼ぎではなく、えー、許容とね、あの、知恵をね、あのー、分け与えれる、えー、立派な、あの、社会的ニュースなんで、よろしくお願いします。なので、ふわっち、社会的ニュースです。よろしくお願いします。じゃあ、まず一つ目のニュースから、こんな事件が最新、いや、怖いね。皆さん、 ツイッターで炎上してるって知ってますかなんとですね、はい、<laughs> ライブドアニュースさんから通報東京・大東区うぐいす谷駅前のホテルで立てこもりか男女が2人が一室に警察官が説得中大東区え根岸のホテルの従業員から 男女が争う声がすると通報があった。<laughs> 警察官がホテルの4階の部屋に駆け,つけ駆けつけたところ、ドアを開けず、中で男女2人が立てこもっていると見られている。と <laughs> いうことですね。でも実際は男が女の子を、えー、人質に取って立てこもっているということらしいです。 はい、なので、TikTok や、まあ、Twitter の方でも動画上がってて、まあ、大炎上してるということですね。まあ、世界、あのなんていうんですか、なんていうか、まあ、男女のもつれと言いますか、まあ、何があったか分かりませんけど、女を人質にとってね、こうやって、ね、立てこもるなんて、男として恥だなと感じました、はい。ちなみに犯人は無事逮捕されたということで、最新のニュースで上がってます。おめでとう よかったよかった JR ウグイス谷駅近くのホテルで立てこもり男を監禁容疑で逮捕女性は解放と東京大東区のホテルの室で男が女性を人質に取って立てこもっていた事件で女性が解放されたまた警視庁は男の身柄を確保し監禁の疑いで逮捕したということですはい大東区ですねええー、まあ上野です上野 首締めプレー断らられて <laughs> らしいねなんかなんかなんて言うんだろうなんかセックスの内容がちょっと無理っていうことでなんか躍起になって男が発狂して争ったみたいな感じらしいですよだから相手は風俗の方なんかなちょっと分からないですけどねえまあ皆さんねえー、まあ男の人っていうのは信用ならないんで女の子ね 気をつけてくださいね。はい。首締めプレイって何がいいのそれは女の子に聞いてよ。俺は首締められたくないけど、女の子は好きだよね。首締めプレイ。うん。なんで好きなの女の子。首締めプレイは。ねおじさん、おじさんき知りたいな。うん。なんでなのええー。 俺は首ないよ。じゃあ次のニュースいきます。えー、次がね、あ、なんとですね、これはびっくりです。えー、昨日ですが、上野公園でこんな事案があったらしいですね。あのもしかすると,と、東京の上野であのちょっとフェス行っちゃったって方は気をつけてください。はい。これですね。 爆災さんから <coughs> <coughs> え、秘宝、上野公園カキフェス参加者がゲリアオート、体調不良の訴え続出と、ゲリやオートの症状のほかノロウイルス陽性の、えー、検査結果を示す人も、保健所は現在、えー、調査中とのこと、デス・マフィンの時みたいな結果はやめてくれよということです、うん。昨日上野のカキフェス行ったって人いますか はい。行ったって人、気をつけてくださいね。ええー。感染してるかもしれないんで、病院行ってください、早めに。あ、行ったの下痢と、嘔吐と、ね。ノロウイルスが流行ってるんで、気をつけて。柿怖い。柿怖いよね。俺もそう思う。めちゃくちゃ怖いよ、柿。でもね。 あの俺も体調今不良でさ、すごくしんどいんだよ。これ、何な,なんだこれね。これ、ノロウイルスの可能性あるよね、俺も。大丈夫かなあの、デブはさ、インフルエンザもコロナもノロウイルスも死ぬからね。152キロなんで特に。ちょっと自分が自分を心配してます。 豚脇犬じゃあ次のニュースいきますね <laughs> 唇の乾燥は気になるあ今来た人かなあのリスナーさん教えてあげてほしい俺の唇は元からだってうーんパルちゃんの唇はいつもカサカサだよと伝えてほしいですはいじゃあ次のニュースいきますね <laughs> え次がえ詩人系逮捕系 YouTuber が逮捕また逮捕ですね スーパードミネータさんというユーチューバーが詐欺した疑いで逮捕されたということです。はい。あの、正義のね、つもりでね、あの、痴漢の人たちを捕まえたりとかしていた、私人系逮捕系ユーチューバーのスーパードミネータさん。この方が、彼女に対して200万ほどお金をね、詐欺って捕まったということらしいです。えー。これですね。 借りたというか、もらったかな、うん、正確には。こいつ、見たことないですか ?Twitter 速報さんから。速報、詩人、詩人系、逮捕系 YouTuber、また逮捕される。YouTuber のスーパードミネーターとして活動する澤田優。名前がね、優しいって書いてるのに。容疑者28歳、お同い年です。 交際女性から現金250万円を騙し取った疑いとそいつカメラマンからも詐欺してたから天型的な詐欺師だよだから YouTube ではいいことしてるつもりだけどね本当はこいつがガチの、ね、脅迫犯ってことだよ俺こういうやつはね一番嫌いなんだよゴミみたいなやつは詳しい内容はこれですね 難病と偽り、治療費搾取の疑い、詩人逮捕系 YouTuber を逮捕。難病を患っていると嘘をつき、交際していた女性から治療費として現金を騙し取ったとして、警視庁町田署は、11日までに詐欺の疑いで詩人系逮捕系 YouTuber、澤田優容疑者を横浜市西区を逮捕したと。署によると間違いありませんと容疑を認めているということ。 まあ俺も彼女いますけど、はっきり言います。彼女を騙してません、俺は。本当に好きだし、ずっといたいと思ってるんで。えー、お金だってね、あの借りてません、えー。なので、俺は佐藤さちゃんに対して大事にしてるんで、そこら辺安心してくださいね、皆さん。はい。安心してほしい。好きじゃないだろ好きだよ。うん。 佐藤さんはあのこんなこと言うのも失礼だけどあの今までねあの会ってきた女の中で一番好きあの、ね、顔ははっきりタイプじゃないんだよでもねもう全部が好きになった一緒に住んでいくうちにもうね佐藤さんいないと俺はやってけないえー、もう愛してますだから佐藤さんとは結婚するつもりでちょっとやるわ まあ、結婚するつもりって言って結婚したら結婚詐欺になっちゃうから、まあちょっと、あの結婚は、まあ、するか分からないけど、まあ彼女としてね、あのまあ末長く長くね、付き合っていきたいなと思ってます。はい。ってことですね。<laughs> 向こうがどうかなまあそうだね。捨てられたら捨てられたで、ね、俺も違う女行くだけだから。うん。悪いけど。俺だってね、 ね、持てないわけじゃないんだよ。ね。あ、俺だって女の子と遊ぼうとも遊べるからね。捨てるなら捨てろよ。その代わり、復習してやるから、配信で。えー、捨てるなら捨てろよ。じゃあ次のニュースいきます。えー、次が、あ すごいね。世の中すごいことになったね。皆さん、こんな学校があること知ってますかはーい。これはびっくり。募集中らしいんで、奥さん、旦那さん、こういう学校通わせてみたらどうですかなんとね、ライブドアニュースさんから。すごい、俺こういう学校行きたかった。日本初、アバターで高校を卒業できるメタバース生。 2024年4月に入学、転入生募集を開始と。募集を行うのは、有志国際高等学校、メタバース生の卒業生、卒業者は、全日制高等学校と同様に、高校を卒業したとものとなるという。 メタバース空間 VR 空間についても学習を行うということで、まあ、どういうことかっていうと、ね、インターネットで学校行けるってことですよ、ね、アバター作ってねそこで、ね、学校ごっこができると、ね、だから不登校とかさなかなかリアルでしゃべれないってコミッションの方は完璧にこの学校いいんじゃないかなねえこれはいいんじゃない まあ、イケメンのアバターだったり、可愛い子ちゃんのアバターだったりするけど、ね。まあ、恋はしちゃ、恋はできないかな。うん、中身はね、俺みたいなやつばっかだから、多分。履歴書に書いたら終わり。で、俺さ、これ、なんかね、年齢制限ないんだって。だから俺ね、これ入学しようかなと思ってる。俺、高校行ってないから。阿ボシ通信高校ね、中退してるんだよ。だからいいかなと思っててさ、どうだろう。 ちょっと行こうかなと思ってる、この高校に。ええー。ごっこを好きにはお似合いですね。でもやっぱりさ、アバターよりリアルだよね。うん、リアルじゃ味わえない青春があるじゃん。不登校だったけど俺。アニメで見たけどさ。やっぱアバターごときじゃ青春味わえないよね、これ。うん、まあ、おすすめかどうかあ皆さんの判断で。高校ですね。はい。 じゃあ次のニュースいきますえ次がこれですね、たくさん,なんかゴミみたいなコメント書いてる人いるんですけど、僕は優しいので、全然気にしてませんよ。ラストですね、「文春のオンラインさん」から <coughs>、なぜお礼 LINE が性的合意の証明になるのですかお礼 LINE を送ったときはパニック状態にありました。 全裸で高圧的に迫ってきた松本氏を拒否したため、えー、男性陣が謝罪、えー、する姿を目の当たりにした直後であり最後まで対応し,しなかったことをむしろということではーい、まあ、今ね文集と松本人志吉本のね人たちと今ねあの裁判するってことで大揉めになっているんですけど、ねまあ、お礼の LINE として証拠を出してるんですよ松本人志側は。 でも女の子は焦って書いちゃったっていう言い分を残してて今,今ね泥沼化してますはいさあどっちが正しいんでしょうか、ね、これは僕はねあの個人的な、ね、見解を言わ,んと言わんとこうと思います、えー、どっちが正しいですかこれええー、間、ま、の当たりね、えー、よくわからないでも これ俺は分かったのが、松本人志は2015年に結婚してたんでしょってことは、不倫してたってことでいいですかええ、8年前らしいけど。合ってる、ええええ。そこは合ってますかなんか気持ち悪いなと思ったけど、不倫していたことに対して誰も触れてないからさ。 そこも触れてやれてばいいのになと思うよで松本人志も不倫しちゃったこそすいませんでしたと素直に謝ればいいのにああ謝りもないからねこれ不倫,不倫ぐらいしてればな不倫ぐらいって女の子いやね本当に不倫ぐらい OK みたいな言い方やめてほしいよねねやっぱ私だけは見てほしいよねそんなの いやだほんと不倫がいいとか言ってる男は女性の気持ち分かりますよ俺は <laughs> 実際あの田村検事が、えー、そういう合コンみたいな場を作ったっていうことはあの発言してる、うん、だから結婚しているにもかかわらず合コンを開いてたのは事実なんでだから不倫も浮気もねいっぱいしてますよええー、不倫なんて嫌ねね不倫なんて私だけ見ろってね じゃあ次のニュースいきますね。はい。あ、次のニュースはなくて、こっから皆さん大好きな、えワ、ー、ッチ大炎上ニュースです。よろしくお願いします。はい。社会的ニュースから、えー、炎上ニュースへ。よろしくお願いします。妻と子供がかわいそう 俺のそうは松本人志はね、亭主関白だと思うよ。うん。だからもう絶対的な父親としているんじゃないはい。ゴミネタだらけじゃあまず一つ目のニュースから。お前元気いや俺元気なんだよ。だけど、なんかね、熱あるんだよね。で、ちょっとお腹も緩いし今。なんなんだろうね。バカなのかな俺、ただの。 バカは風邪ひかないって言うけど、バカは風邪ひいてることを気づかないだけだからね。えー、じゃあ、まず1つ目のニュースから。えっとですね、なんとあの、えー、女性配信者がツイッターでバズりました。330万再生、インスプレッションを受けたと、まあ。ツイッターの方ですけど、なんとですね、この ふわって炎上したとということですそれがこの方ですねまあ昨日話題にもなったんですけれどはいえっとですねあこれかなえっとですねちょっと待ってくださいね下の方にスクロールするのであありましたこれですあ違うわ 待ってくださいねもっとスクロールしないといけないねこれがこうだからあこれですかね「1月11日交通事故で亡くなった娘の誕生日生きていたなら8歳になってた交通事故は、えーえー、普遍的な日常を 奪っていますどうか皆様に、えー、加害者にも被害者にもならないでほしいそう思いますと池袋暴走事故遺族の方松永、ね、拓也さんが、まあ、こんなツイートをしたわけですよそれに対して、えー、ふわっちの配信者仏の手間ポクポクちゃんがこんな、えー、リプライを返したということです、まあ、引用リプライかな、えー、この人のツイッターってなんかイラつくんだよね これ分かる人いるかなこれね、押し付けがましいか、押し付けがましいのかな飯塚だっけあのジジイがクソほど悪くて胸クソ悪くて、この子たちはかわいそうで残されたこの人はさぞつらいんだろうかわいそうなんだろうって思うし、被害者なのだが、伝え方発信の仕方が絶対に良くない気がすると。まあね、こういうふうな、まあ。 自分の独自の持論を立ててねこういう引用リツイートを返したということですねするとえこれがねバズってまして「いいね」とかリツイートはされてないんですけどたくさんの方に見られたということではい330万再生が 体制というかインンスプレッション、まあ、こんなふうになったということです。えー、334万人に見られたと。いいねは200とか、リツイートも200ぐらいだったんだけど。えー、で、引用のリプライの方が200件ありましたね。それが仏の手間、ぽくぽくちゃんに対しての批判的なコメントだったということです。えー、なんで書いちゃうのかなっていや、多分ポぽくぽくちゃんは病気だからさ。 なんでも言っちゃうんじゃうじい思ったこと。えー、でまさかこれがバズるとは思わなかったんじゃないかな、まあ、こういう感じだね。うんえー、クソじじいさん仏の手まポぽくぽクちゃんに対して「典型的な自分に酔っているタイプ賢く見せようと頑張っている中年男性」「掲示板から X に移民してきた最近多いんで書いてもらっていいです」というね、あのー、これ仏の手まポぽくぽクちゃんに言ってるのかな で、この方を、まあ、中年のおっさんだという判断でね、陰よりリプライがあったということです。男性扱いされたということです。だから、偽物の女性だっていうことで、ネカマだっていうことで叩かれてました。おじさん扱いされていたと。えー、配信してることは、ああの各自の方でしてるっていうのは知ってて、炎上商法ですかって叩かれてたね。うーん まあそういう感じで200件の引用リプライが来てて叩かれているということですね。まあ皆さんどう感じますかえーまあ、僕自身は炎上ニュース中立、八方美人の立場なので、ね、あまりね批判はできないんですけれど。まあね、人はそれぞれ思うことあるんでね。えー、まあそういうことで。病気だから何やっても許されるわけではないえー 中立とかどうとも思わないさすがにふわっち配信者だな。ちなみに、テマンポクポクちゃんに、俺に対してセックスできるって言われた。えー、どうやらね、あのテマンちゃんって自分を傷つける、その、イカ焼きをするんだよね。テクリ、ストカットしたりとか、えー。で、その代わりになるらしい、俺は。 お前とエッティしたらリストカット代わりになるって言われました、はい、自分を傷つけることができると、えー、そんなこと言われましたね昔あと殺すぞも言われたかな、えー、まあとん,とんでもない女ですね飛んでる女、まあ、そういうことです <laughs> いや自分を傷つけるためにお前みたいな不細工な男とセックスできるって言われた 好きでも何でもないけど、自分傷つけるからいいよって言われて。昔ね。そんなことあるでもそういうことあるのか。じゃあ俺はあれなんかな。刃物みたいなね、男ってことかな。言い方ひどいよね。うん、じゃあ次のニュースいきますねはい、えー。次が、あ、ワンワンさんが仮面落ちました。これはふわっち関心さんから。 なんとね、仮面落ちたらしいですけ44点だったらしくて、45点が合格ラインで1点足りなかったということです。はい、えっとですね、どれかな。わんわんね、あのー、今、免許取るために、ねあのー、いろいろと1年ぐらい通して、 まあ、免許取ってるんですけれど、まあ、なかなか合格ができなくて、前に進めないっていう状態らしいですね。ワンワン頑張れよ。えー、で、取った免許で俺を乗せてほしい、うん。で、そのまま事故,事故ってね、一緒に死のう。うん、そんなに落ちるいやー、頭悪いんじゃない普通に。うん、俺の予想ね、うん。頭悪いから取れないんじゃない でも、あと一点だが、仮免はもう取れそうだけど。はーい。<laughs> ってことですね。いや、俺も正直免許さ、取りに行ってこいって,って取りに行くじゃん。俺、多分ワンワンみたいになると思う。俺も頭悪いからさ、勉強できないもん。ってことですね。じゃあ、次のニュースいきます。えー、次が、えー、あっ、 昨日、政治と香川さんがツイキャスの方で沸かせました。え名前はミホニャンさんですねはい。香川さんと政治タッグでツイキャスは沸かしたということで、大いに盛り上がったということです。えー、画像がどれだっけあこれか。香川さんの放送にて。はい。あのー、まあ。 ミホニャンさんという方は、香川さんのキャスター、キャストについて、ボロクソディスってるんだよね。青白猫タンやサワディーちゃんに対してで。店主であれば香川さんがもうそのディスってることに対しても、まあ、反論というか、その反論をしていて、まあ、詰めている状態のツイキャスの放送だったということです、はい。で、ミホニャンは香川さんに詰められすぎて、なんか話を途中で中断して、 なんか電話したふりして出てっていなくなってしまったということらしいですね。なので、まあ、えー、えつら7000人、超え政治の枠で。はい。っていうことで、沸かせたということで、ツイキャスで。えー、で、今はね、ふわっちは、みほにゃんか、えー、ゆいがさんネタが今流行ってますね。えー。相沢幸喜さんタイプの1位。いや、相沢幸喜さんより強烈なんじゃないうん。 多分ね、あんまこんなこと言うとね、弁護士だって言われちゃうんですけど、多分、予想だけど、美穂にゃんは、まあ差別じゃないけどさ、俺も発達障害あるからね、統合失調症だと思うよ、普通に。言ってることが2点3点変わるからさ、うん、嘘もつくし。だからまあ、いろいろとね、大変ですね。ええー。いや、統一だと思うよ、普通に。 違うのかなただの嘘つきや、まあ言い訳をしてるって感じかな自分には非がないと。だから認めることはしないって感じかなうん。<laughs> 絶対に自分を認めない。<laughs> 大丈夫かありがとう、大丈夫です。 まあそんな感じで、みほにゃんさんとせいじと香川さんの、えー、2人タッグで、えー、ツイキャスは沸かしたということですね。みほにゃんさん自身は逃亡したと。ね、あ、驚いたのがみほにゃんさん、携帯がね、5台あるということで話題になりましたね。飛ばしの携帯でも使ってるんじゃないかという噂も立っています。はい。はい。ってことですね。じゃあ次のニュースいきますね。えー 5台もいるいや、なんか5台持ってたらしいよ。繋がってるかどうか分からんけど。政治が見せてたね、これ。これ何の携帯の量なんだ、これは。なんでこんな持ってるんだろう。使い分けてんのかな。でもそんなお金ないと思うから。うん。てか、飛ばしの携帯って何なのよく聞くけどね、飛ばしの携帯って。 うん、これはどういう意味なの飛ばしの形態って <laughs>、えー。飛んでるやつ <coughs> 飛ばして飛ばしてあ、知らない人の名義を使ってやってるってことそれが本当だったら怖いよ、俺。えー、ま、あんま言うとね、弁護士がついてるってことなんで言えないんですけど。はい、<coughs> ブーメランみたいに飛ばすのえー みんなさ、詳しいね。なんかやってただろ、お前。さあ、そういうことですね。まあ、香川さん、政治のスペシャルタッグで、ミホニャンを詰めたと。まあ、その後、ミホニャンは逃走ということでした。はい。じゃあ、次のニュースいきますね。ねえー、次が、えー、金杯さんですね。<laughs> えー、金杯さんの最新の情報によりますと、 野田ぞおりが挙げていたんですが、えー、金杯さん、とんでもなくねふ、あの、お腹が膨れ上がっているということです。昨日新年会があってさ、いろんな配信者たちが集まって、まあ、あのー、楽しいね、あのー、新年会を迎えたということです。その時に撮られた写真ですね、現在。このままだと、へそが爆発して破裂するらしいです。 だから、何とかね、この腹水を治さないといけないんですけど、なかなか腹水治すのは大変だということで、まあね、苦しそうな金梅さんが、ええー、まあ、確認されたということですね。昨日も飲んでたそう、お酒を飲んでるんだよね。うん。で、医者からガチの顔で、知りますよと、本気で怒られたらしい、ね。でも酒はやめられないと。だから今年中、ワンチャン本当あるよ。 ねえ、金梅さん。大丈夫なのかなしゃあないいやいや、もうほんと金梅さん死んだら俺多分泣きはしないけど、ほんと悲しいよ。ええー。だか者の末路って最後、ね、殺されたり病気になって死んだり、自己死だったりするのが多いからさ、幸せな終わり方したいね、ちょっと。 うん怖いわええ腹水は病院で抜かないと死んでもネタにできて売れていいええー、ってことですねちなみに金杯さんは葬式の時配信していいって34年前沖縄屋の旅の時言ってたけど今もしていいのかなってことですね 森はてると、はい、じゃあ次のニュースいきます。はい、え次が、あっ、結賀さん、最新情報ですはい。昨日ね、起きた出来事のイ賀さんの